はい、どうも、トウガです。今回はこちらの開封をしたいと思います。BBM2018 ルーキーエディションですね。こちらが発売されたので、買ってきましたよと。他の方の開封を見たところ、どうも箱で白菜2枚っていうのがまあだいたい標準らしいんですよね。で、最初ワンボックス買おうかなと思ったんですが、それを見て、じゃあパックでいいかなということで、パック買いしたんですが、今現在、全国の書店で、これ、パックを5パック買うごとに、ワンパックプロモカードが入っているパックがもらえるというキャンペーンやってるのを知ったんで、都内の書店を4つほど巡りまして、各書店で5パックずつ購入してきましたよと。はい。というわけで、今回は、これ、5パックずつ購入してきました。はい。まあ、こんな感じですね。はい。まあ、大体、神保町とか、水道橋とか、秋葉原とか、まあ、近場で済ましましたけどね。はい。というわけで、これで5パックずつ購入してきました。はい。では早速開封してみましょう。これであわよくば白菜2枚以上いけるかなと勝手に思ってますね。はい。狙いはまあここにある清宮選手、あるいはロッテのドラ1安田選手、横浜のドラ1東選手、あとは広島の中村選手とかですね。そこら辺が狙い目ですか。ラインナップはこんな感じですね。はい。レギュラー、アーリーデイズ、ネクストジェネレーション、ルーキーオブザイヤーは、これは京田選手と、源田選手ですね。はい。あとは、アーリーデイズの直筆サインカード、栄光のドラ1、直筆サインカードと、プロスペクツ、直筆サインカード、あと、ドラフト1、スペシャルカード、交換券、ルーキーサイン式交換券というのがあるんですね。はい。とりあえず、開けていきましょうか。はい。まずこちらは、最初に行ったのは、神保町にある初戦グランデさんですね。はい、こちらで購入しました。5パック。すでに開封済みのボックスから、5パックランダムで選んできました。はい。まずはこちら、プロモカードから開けていきましょうかね。確か全12種類なんですよね。これ、今日17日に買いに行ったんですけど、キャンペーンが17日からなんですけどね、お店行ったら店員さんがこのキャンペーン把握してないというはい、危なくもらい損ねるところでしたね。もらい損ねるところでしたね。はい。ソフトバンクにオリックスを中村選手ですね。で、巨人の桑原選手ですか。はい。まずはこの4枚が出ました。じゃあ早速こちら開けていきましょう。ようやく野球新設。あ、それが、これが今年初の野球関係の開封になりますね。はい。今年1年を占うという意味では重要な、はい、開封ですね。西村選手、森選手、湯浅選手、折下選手か、はい、折下選手、はい、斉藤選手、日屋根選手、福田選手、そしてこれはネクストジェネレーション吉川尚輝選手ですね。インサートですけどかっこいいですね。この金の白銀とかね、刻印とか、はい、通常のインサートですけど普通にかっこいいですね。吉川尚輝選手。はい。高松選手。西川選手。お、アーリーデイズは田村選手のやつ。負け。はい。こっちが94年ドラフトいですね。はい。相川選手と田村選手が同じなんですね。はい。で、
北村選手、お、安田選手頼むぞ期待のドライチですね。田中選手、はい、広畑選手、C の選手ですか、はい、熊谷選手、長野選手、藤井選手、田島選手、お、東はオリックスの東選手ですね、はい、宮本選手、尾形選手、お、与田選手、内野注目してますね、アンダースロー与田選手、はい、小坂海斗選手、はい、内野注目ですね、この選手。増田選手、谷川選手、渡辺選手、馬場選手、森選手、清水選手、お、アーリーデイズは水上選手ですね。ロッテだけど、ちょっと古すぎて分かんねえな、さすがに。他のドラフトも全然分からん。76年ちょっと分かんねえな、さすがに。倉本選手。そしてですね、とりあえず1回目最後の5パック、最初のパックですね、西巻選手、宮本選手、串本選手、加瀬選手、バントの構えがいいですね個人的に。難波選手、アリエズ、磯部選手、そうですね、最初はキャッチャーだったんですね、はい、ほほーん、大塚、磯部、大久保、左キャッチャーねえな、やっぱドラ、はい、最初はキャッチャーですね、石川選手、そしてこちらもインサートですね、鈴木選手です、鈴木翔平選手、おっと、最初のパックでは何も出ませんでしたね早くも合うんが、はい、では続いてこちらは同じ、神保町での、三省堂書ですね。こちらで買ってきました。こちらは、紙のカードにがあって、それを持ってって、店員さんに何パックくださいっていう方式ですね。だから、何も出なくても俺が悪いわけではない。はい、はい、開けてみましょう。まずは、プロモカードから開けていきましょうかね。来ました、東選手、東選手170しかないですよね、頑張ってほしいです。で、巨人桑原選手、鈴木選手で、村上選手ですね、はい、それでは開けていきましょう。ここら辺で何か出てくんないとちょっと怖いな、嫌だな白サインぐらいでも出てくんないと、はい、高松選手、西川選手、アハリレーザー田村選手ですね北村選手、安田選手、田中選手、広畑選手、新野選手、これ写真違いもあるらしいんだけどちょっと分かんねえな現状。おい、なんかお待ちかよ水上選手、志村選手、森選手、上里選手、谷川選手、日屋根選手、福田選手の、桑原選手。さあ、もちろんこれ、個人的には白菜3枚以上とか言って、を狙ってますけど、もちろん何も出ない可能性も全然あるんで、ちょっと怖くなってきましたね、自分で。はい。岸田選手、高原選手、松本選手、本田選手、中村選手、鈴木選手、小山選手、桜井選手、そう、やばいぞやばいぞこれ。綱島選手、高橋選手、遠藤選手、
小山選手、本田選手、松本選手、岸田選手で、ネクストジェネレーションは石垣選手ですか。はい、さあ2店舗の最後の5パック目ですよ。頼むぞ、おい、どういうことだ。はい、熊谷選手、長野選手、藤井選手、田島選手、厚松選手、宮本選手、尾形選手、おお、マジかよ。大塩選手、厳しい。で、続いてはこちら、水道橋さんの、ちょっとなんだっけな。忘れた。確かオークスさんだったかな。よくプロレスとか、東京ドームとか、後楽園ホールとか行く方はわかると思うんですけど、あそこですね、後楽園のすぐとこの下にある本屋さんですね。はい。そこで買ってきました。こちらは、回避済みのボックスから、ランダムで5パック。真ん中の列ですね。その真ん中の列5パックを取って、丸ごと取ってきましたよと。はい。うわぁ、厳しい。まずはプロモカードから、斉藤選手、田島選手、東選手、鈴木選手ですね。ここら辺で何か出てくんないと本当厳しいな。はい、平選手、日暮選手か。すげえな、日暮大和。現代子だな。大和選手。墓川選手。中川選手か。山足。山足選手か。はいはい。石井選手。藤岡選手。はい、ネクストジェネレーションは、マリンズの、はい、成田翔選手ですね。はい。16年ドラフトサイン。マーク石田選手、ハーフです。マルク選手か。はい。石田マルク選手。はい。そういうハーフの人とかもどんどん増えていくんでしょうね、これから先。綱島選手。お、すぐ分かる稲葉選手。はい。若いな。宮本慎也、稲葉敦。すごいな、この年のドラフト。遠藤選手。お、ああ、よかった。とりあえずよかった。強気。寺田選手ですね。確か俺、100シリですね。はい。ああ、まあまあ、うん、よかった。何も出なくてよりはよかった。寺幸喜選手。はい。しかも、応援してる DNA ですね。DNA のドラフト6位ですか。はい。頼ませよ。鈴木選手。これもさすがに知らんな。島本選手は、71年のドラフト1ですか。さすがにな。はい。伊藤選手と。坂口選手。そういえば清宮選手出てねえな。高橋選手。佐々木選手。山本選手。近藤選手。山口選手、山上選手、渡辺選手。清宮ってあれ、ひょっとしてレギュラーカードすらなんか少ないの？そんなことないよね、いくらなんでも。増田選手、谷川選手、渡辺選手、馬場選手、森選手、清水選手、もうよくみんな、水上選手。伊藤選手。はい、3店舗目最後の5パックですよと。いや、ほんと興味は出ねえぞ。お、平田選手、わっけー。平田、出た、源五郎丸広志。で、出た。
名前のインパクトだけで覚えてますね。はい。平田源五郎丸。はい。源五郎丸。渡辺選手。高木選手。広沢選手。山口選手。キツ選手か。デソーザ・フェリペ。キス・デソーザ・フェリペ。おー、なるほど。すげえな。金久保選手。お、来ました。ルーキー・オブ・ザ・イヤー。源田選手ですね。これは、特にシリア問わないですね。はい。まさかこんな、すごい選手になるとは、シーズン前はちょっと思ってませんでしたね。ルーキーと外国選手は本当始まる、シーズン始まってて分かんないですね。はい。最後は秋葉原の初戦、ブクタワーさんですと。はい。こちらは、なんだっけ。この穴になんか、吊るしてある、もうすでにボックスが出た状態でなんか吊るしてありましたね。はい。そこでランダムで5パック選んできました。ああ、多分もう1枚ぐらいシリア出てくんないと、ちょっと厳しいな。まずはプロモカードから。はい。はい。ロッティ朝選手来てましたね。はい。馬場選手、桑原選手、村上選手。あれ？プロモでもひょっとして清宮引いてなくない？マジか？お、田村選手、安田選手。菅野選手、井出選手、田中選手、宮台選手、西口選手ですね。若い。西口選手。はい。で、西川選手。熊谷選手。長野選手、藤井選手、田島選手、東選手、宮本選手、尾形選手、与田選手。さあ、残り3パックですよ。厳しいぞ。石田選手、綱島選手、稲葉選手、鈴木選手、伊藤選手、松本選手、吉田選手、中村選手、ん？中村選手、これひょっとして違うバージョン？わ、あ、わかんない。くそ。もうカードがいっぱいありすぎてわかんねえ。なんか違うような。あ、違ってた。あ、あったあった。そうですね。これが写真違いか。あ、どっちがどっちかが分からん。なんだろう、どっちがどっちかなんだろう。はい。という、これが写真違いですね。はい。にしても、ほんと清宮出ねえな。なんで、どうして。そこはレギュラーカードが出てくるんだとな。はい。藤岡選手、今見選手、岩見選手、石井選手、山、足選手、吉住選手、村上選手、中川選手、北村選手。ラストでございます。やべえな、今年の開封はもう早くも、あんが。しかも、清宮のレギュラーカードさじゃないってどういうこと？福田選手、増田選手、宮根選手、斉藤選手、馬場選手、上里選手、堀島田選手、そして、清水選手、おお、最悪だ。というわけで、なんと、20パックで白山1枚。今年の開封は、やばいぞ、これは BBM。しかも、清宮選手がレギュラーカードすら引かないというね、なかなか辛い。うん。あれ？けどこれ確か、カートン1枚クラスレベルとか言ってなかったかな？写真違い。ああ、どうだ？わからん。
だからひょっとしたらすごい結果だったのかもしれないが、ごめん、わかんない。はい。とりあえず、今回は以上です。なかなか、運がいいんだか悪いんだかちょっとわかんない、わかりませんが、はい。とりあえず、野球関連はそうですね。次は、BBM ファーストを一応予定してますが、間に何か、ひょっとしたらメジャーリーガーなんかを挟むかもしれません。とりあえず、まあこのようになかなかひどい運の悪い開封ではありますが、今年1年よろしくお願いいたしますと。はい。とりあえずご視聴ありがとうございました。では。